ベリーダンサーモデルを撮って画像編集。後マクシンクロを使って動きを止めますが、シャッターはバルブでシャッターを切るという撮り方で、ベリーダンスを撮るにはベリーグッド。皆さんこんにちは。ベリーダンサーの動きを生かすライティング、今回はこれがメイン。そして撮影した画像をもとに Photoshop CC を使った画像編集まで紹介しますよ。編集画像のいくつかはデータ付きで紹介しますね。ぜひ最後まで見てくださいね。今回の撮影はスタジオライティングレッスンのシーンです。モデルはベリーダンサーインストラクターとしても大活躍中のミオさん。受講生さんはソニーアルファユーザーのマユさん。主にマユさんが使われているソニー FR60M のフラッシュ一灯を使ったライティングレッスン。そしてこのレッスンではベリーダンスの美しい動きをライティングを生かして撮影してみたいと思います。うわすごい、なんだろうこの世界は。マーメイドみたい。今のようなこれ今ね10分の1秒、うん、はい。ここからは受講生のまゆさんがベリーダンサー撮影にチャレンジしますよ。受講生のまゆさんが撮影時には画面左下に赤く受講生さん撮影という表示が出ます。再びここからは私の撮影です。この撮影にはスモークマシンを時々使っています。ミストが流れてきて大変ミステリアスな写真になりますよ。はい、スモークマシンから流れてくるミストが車体の背後から周りに回り込んできたとき、ミストの最大の効果が発揮されます。モデルさんにはそのタイミングを伝えてます。私は後幕シンクロ設定からのスタートですが、先幕シンクロも使い分けての撮影もしていますよ。モデルさんには上げる足を片方だけでなく左右両方でもお願いしています。軸足を変えてのステップですが、さすがにどちらも絵になりますね。体は反対方向でも良いのですが、フラッシュ光の方向に顔を向けてダンスをしてもらっています。今度は布を淡い色にしてもらってスピンです。今回モデルさんは色とりどりのベリーダンス用の軽い布を持参され、場面によってそれを使い分けていますよ。フラッグラン、新体操リボン演技など布を使った番組も多く配信していますが、しかし今回のベリーダンサーモデルさんの布の使い方はとても参考になりますね。晴れ切り用の黒レフを以前音楽バンドで使っていたマイクスタンドにクリップで留めて黒背景にしました。はい、では今度顔のアップの写真をノストロボライティングレッスンやってみたいと思います。ベリーダンサー特有のアクセサリーを身にまとったバストアップ写真を撮影しますね。この時の光源の位置は画面右上からの一灯だけです。
ここには見えてませんが、モデルさんが肘をついている真下に銀レフが置いてあります。これで上下の光で被写体を挟んでいることになりますね。ベリーダンサーのメイクも活かせるようなライティングのような気がします。CM みたい。ここからは受講生さん撮影シーンがしばらく続きますよ。次はしゃがんだポーズでの撮影をしています。膝を立ててこちら。ライトの位置は画面右上からの一等だけです。スリットのあるベリーダンサー特有の衣装を生かしたポーズですが、手の仕草も大切なように、足もそれ以上と言ってよいほど重要なポージングだと思っていますが、いかがでしょうか。スモークマシーンからのミストが満ちたスタジオ内、座りながらの手と足の見せ方、体のひねり、表情など、少しずつモデルさんのポーズを動かしていきますよ。そのシーンをしばらくご覧くださいね。時にこう上行かないで、はい、顔は正面に倒す、体を反って構わない、はい、先ほど使った白い布を使って座ったまま演技してもらいますね。布のアップダウン、スピンなどを入れてもらっています。綺麗ですね。ここで撮影画像をモデルさんと一緒に見てもらいますね。写真チェック中です。ちょっとお手本というか、うわ、この足の見せ方なんやね、ポイントは。じゃあマリさん、私あのスモークマシンの係です。かっこいい。私はスモークマシン係、しばらく受講生さんに撮影してもらいますね。ご覧くださいね。ここからは最後の私の撮影シーンです。ではここからはこの時撮影したこの画像を使ってレタッチしていきましょう。フォトショップ編集画面を開き、簡単なロー現像をした JPEG 画像からスタートしますね。 Before and After、 どこをどのように編集するかはいろんなやり方や考え方があると思います。これは私なりの一つの簡単なレタッチだとご理解くださいね。
もっと良い方法があるとは思いますが、参考になれば嬉しいです。私が描く最終形のイメージへのレタッチ手順は、画面上で操作されるツール、パラメータ、ヒストリー、レイヤーなどの動きを参照くださいね。ここで一旦カメラローへ戻ります。カメラローファイルでは基本補正を微調整しています。そしてフォトショップ画面へ戻って最終編集をしますね。フォトショップからプラグインできるニックコレクションを使って色調やトーンを整えて完成です。はい、これで画像編集は終了です。最後に今回見せられなかったデータ付きの画像も含めて見ていただきますね。モデルのみよさん、受講生のまゆさん、大変ありがとうございました。 BGM は自作です。使用機材は記載の通りです。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録いただけると励みになります。お願いします。今回はこれまで。ではまた。See you again.